はい、今日も超幸せの杖占いやっていきましょう。はい、明日拡張パックが出るので、その前の最後の環境となります。珍しいベロニカ、かわいい。ベロニカ対リッカ、かわいい対決。あんまりベロニカ見ないの。超幸せいいね。金縛り、ワイワイなんかな。カリクサはなかなか面白いかもしれない。あら、幸せ2枚かぶり。2回使うか。何にしようかしら。イレブンベロニカ。珍しいなぁ。すっごい珍しいな、これは。さあ、行くよ。でも連携のカードってなんかあるっけ。確かに。次はどうするんだっけ。デンダデンダかぶ。どうしますかね。ああ、しごれはちょっと困るな。これは一番困る やからだね。どうにもならんっていうか。ああ、いいもん出るね。一回止めるのもいいか。しかし、まず引きに行こうか。まあまあでしょう。で、次、これをやって、これをやって、これをやって、超幸せでいこうか。ああ、でも、一回止める方がいいかな。ああ、プソン。もっとめんどくさいのが、どんどん出てきますね。これは一体どうしよう。次はどうするんだっけ。どうするこれ。いろいろコマッチングなんですな。変身してしまうか、それか誰かを止めるか。うん、悲しばりしとこうか。どうにかなっちゃえ。そうすると今度こっちのこれがやっつけられない。これがうまくやればこのデンダで3点2点とかうまくいけるかもしれないけど、デンダ超幸せにしたいような気もするし、悩ましいところではある。いいね、うまいね。向こうのイレブンもすごくいい感じで回ってる。バババッとか来てくれないとこれは相当苦しいな。グレムを使うかどうか、メラがあるか。やはりグレムを使わざるを得ない。グレムを使ってくれたのは嬉しいか。しかしって感じだねこれ。さてどうするか。さてこれを見つけたいか。マーブルに超幸せかな。けどまとってきたい気がするね。マーブルから行こうか。まあどうなるかちょっとやってみたいなという感じ。1コスだからどうでしょう。
ちょっとだけ削っておいて。超幸せ。さあ、何が来るかな。まあまあだな。よし、よくやった。生き残ればデンダで頑張れると。すごい、444。めっちゃいろいろ出てる。しかもこいつは封印してるから、俺が復活することはない。ヨナズンとかイオとか変なのがなければ割と戦えるかなという感じですが、どうですか？ケダモン、デンダ。また上げて。そうだよね、マムー来ると思ったよ。僕もマムーがあると嬉しいんだけどな。そうで、やつらはどうするか。なるほど、無視して全部殴りに行く。うん、どんなに行こうかな。うん、潰してくる。強いな。次はどうするんだっけ。ローも面白いね。ローも面白いが、そんなことしてる余裕があるかっていうね。これまずやっつけるでしょ。まあ、でもローは楽しそうだな。デンダーでこうバラバラっと置いてもいい気がするんだけど、どうでいくか。いや、ローやってる暇ないかな。デンダでたくさん並べて、デンダたくさん並べて殴り、うん、ちゃんとそのとこかな。ちょっとたらまた超幸せができるしね。そこに期待しよう。またマムーか、マムーか、マムーかウルノーガが来るから、そう、1体よりは多数いた方がいいでしょう。イオがない限りはそっちの方がいいんじゃないかなっていう気がするけど、イレブンベロニカって 何してくるか分かんないから本当怖いよね。次ケダモン、デンダでもいいし、11が残ったら22がたくさんになるから、それもいい。カラムまた守るか。いいのか、そこでやられちゃうけど。モナテンでなんか他にやりたいことがあるということか。何があるんだろう、ベロニコの連携って。ああ、作戦。んー、ダチ。わあ、さ、7はちょっと辛いな。7はちょっときついね。なるほどね。これがやっつけられないもんね、そうすると。よし、頑張るよ。ローでいくか。わあ、ブラバニは嬉しいね。ブラバニで、何点入るんだ ?4 点。うん、4点、5、6、7。で、無理やりだけどって感じか。ブラバニで行くしかないね。次か、自分で殴りいくか。急がなきゃ。
さあ、ローで行くか、デンダ、調子合わせで行くか。そうすると結局、ウルノーガにやられちゃうんだよな。一回ローやって、ああ。無理、それ無理。一回ローやって、これ何点？いやー、メラゾーマとかメラとか、すごいことだな。デンダ超幸せをやる前にローをやりたいな。あ、でもデンダ超幸せの方がいいか。ポスト9まで使える。1、2、7、8、9か。あー、じゃあこっちで行った方がいいか。ローは、さよならだな。ちょっと、残念ながら。うん、そうだね。あえて上の方が持ってるのが目に見えてるのがちょっと嫌だな。さあ、超幸せ。2回目？さあ、何が来るかな。まあ1だね、これは。真ん中がウルノーガでやっつけられちゃってって感じだね、これは。いまいちだな。ウルノーガ以外なら、割とこのダイヤモンドが頑張ってくれそう。ハードメタルボディは、5以下のダメージを1に減らす。そこを殴って届くの？届くの？メラ、メラミ、メラゾーマとかで届くの？うわー、ほんとかい。メラゾーマ2体。見て、うわぁ、やけどしても知らないわよ。本気かい。戦うのは専門外だし仕方ないか。なぜイレブンなのかっていうところが謎だったね。でもまあ強かった。アークマージ作戦メラゾーマ14点はちょっと困るな、さすがに。うまいっちゃうまかったんだけどね。もう一回行こう。守護天使様、見守っていてください。お前の力、次は魔剣士。魔剣士はまずいですよ。相性良くないんだよね。痛みはけどとりあえず取っとくかって感じだね、これ。あら、金縛り捨てて金縛りが来た。悲しみ。最初、ケダモンで行くか。悩ましいな、これは。一回痛いって、2点ダメージが来れば嬉しいなって感じだな、これ。ないか。そうすると次やることはないね。私のターンだ。無理やり殺すしかなくなる。供物かな。供物の方が嬉しいが。ビルドか。ということはビルダー城の可能性があるから、これはやっつけないといけない。悔しいな。ケダモンでやっつけないといけないっていうのが。2点来い。2点ダメージ来い。2点ダメージ来い。来た。来た。なんていう都合の良さ。で、ケダモンは生き残らせて。よし、ビルダー状態策にはなった。珍しいね、でもビルド。
あ、そうか、違うか、塔が引きたかったのか。塔が引きたいから、ビルドで塔を引っ張ってきたって感じか。よいしょ、巻き場あたりでしょう。そうだね、巻き場をどうするかなんだよな。なるほど、無視するか叩くか難しいところではございますな。私のターンね。オッケー、いいね。倒そうかな。倒しても出てくるしね。倒さなかったらなんだし、これを倒して無視して本体に狙いな。あ、しまった。これ使うの忘れちゃった。これはまずいな。これ使って、次、これ、ケラも出そうと思ったのに。なんかこれはつければいいんじゃない？これ。私のターンだ。で、巻き場を無駄にすると、させると、これで。ワッチ。はっ、もう巻き場が無駄になったでしょう。まあ、ここは封印でいいかな。よし、頑張るよ。いいね、電話が。しかし封印が先だな、これ。問題はあれだな、タメトラがある可能性があるから回そう。よし、とっておきを出しちゃうよ。はい、HP はまあいらんかな。へい、急がなきゃ。さてどうしますかね。デンダ、デンダたくさん出して次、うわー、 HP 入れときゃよかった。くそだな。はっ、まあ無理でいくしかないか。とりあえずそうでもないな、守るで行くしかないと思ったが、そうでもないか。いや、守るでいいか。ターチ終わったか。こっちに行って入れた方が良かったか。まあでも大したことないでしょ。2点か。じゃあやっつけておいて、あれが怖いな。あ、やっつけられない。しまった、使いすぎちゃった。どうするこれ。叩いた方がいいかな。難しいとこだな。
さあ、塔が出てくるだろ、これ。私のターンだ。塔に対してどうするかと。スタートだったか。これいろいろ困るな。もうでっかくすれば、しかすると、スタッフだけならやっつけられるかな。もう5、6、7、8だからな。よし、頑張るよ。回さないっていうのは、あれっぽいのかな。力投げた方がいい。回さないってことは。この私がやられてしまうとは。どう動くかな。難しい。ちょうどいいよ、ちょうどいいよ。もう一個出せ。作戦か？なんと都合がいい、なんと都合がいいことにいいものがあるという。まずはこっちだね、これは。そのために取っといたんですよという感じ。これはローから行って。しかしね、あれがありそうだから、ホメロスがありそうだから、前に行こう。愛する孫と力を合わせれば怖いものなしじゃ。お主も欲しがりじゃの。いまいちだな、これ。これは回すしかないかな。よし、とっておきを出しちゃうよ。なんじゃこりゃ、使えねえな。急がなきゃ。まあ多少はね。どうぞ。いやー、幸せ1個ぐらい出てくれてもいいでしょう。私の出番だな。変化面白いね、変化。すまん。変なもんが入ってるね、これ。よっ。残念。モンスターコイン。自分の手札にコインの枚数と同じ数のランダムが2個出す。うわー、ひどい。これはひどい。変で使ったとしてって感じだね、これ。変で使ったとして。固定。いやー、届かない。次変で使って、デスマシンが、コストは3低いやつになる。で、これとこれをやっつけることで、あ、これで両方やっつけられない。よし。変化。とっておきを見せてあげる。意外と強えな。で、自分が死ぬから、こいつをやっつけておいて、で、全体一段。とりゃ、とりゃ。見誤ったか。なかなかいいぞ。
次問題は次エビプリが来るっていうことなんだよな。エビプリをどうするか。エビプリをあこれ出しといてもよかったんかな。連携どうなるんだこれ。連携連携カードでもいいですか。展開戦前すべての連携カードだからやっぱりこれ使っといた方が良かったんですよね。エビプリ来るよね。いやー頑張ったけどちょっと無理だったな。そうだね、出しといた方が次のこの9コスの連携で出てくる可能性がある。さすがにこれ無理だ。私のターンね。あーそっか。クイーンとか来るとちょっと無理なんだよな。まあ頑張ってもらいましょうという感じ。トンネラせめて2点。これが2点2点ができたかもしれないね。愛する孫と力を合わせれば怖いものなしじゃ。来たら終わりか。何か全体4打目来ても終わりか。お主も欲しがり。また変化かい。好きだなぁ。あれ同じのが来たよ。こんなことある。1回目の1回目のローのやつと2回目のローのやつが同じのが2枚来たよ。そんなことあるのかな。いやここ出しときゃよかったなぁ。9段目にこれを出しておけば封印4段目。強かった。わしまで先に行くわけには。あ、ナメプした。ナメプした。ナメプしたら我にチャンスありんじゃないのこれ。さあナメプしたら我にチャンスありではないですか。変化使ってもウルノーが使ってもバババーでいっちゃってもいい気がするしね、これ。まずはバババか。可能性あるんか、これ。ないよ、どう考えても。全体4打目とかでも終わりだしね。さて、ここまで来て。まあ、無理だけど、ちょっと。急がなきゃ。モンスターコイン使いたかったな。いやー、殴られてテンション上げて5点食らって終わりか。そう、それで結局終わりなんで。いやーダメだったな。でもちょっとなんか珍しいものが見れたね。モンスターコインとヘンゲの杖っていうのが2回来た。どういうことなんだ。プログラム的に相当確率は低いはずだから、なんか逆にプログラムがおかしくなってるというか、こういう場合はこれが出るみたいなプログラム的な計算があるのかなっていう感じですね。ダメだ。が出ない。